突然ですが皆さん、まずはこちらをご覧ください。大丈夫？怖かった？おっぱいもむ。こちらは不正のゲームソフトでプレイした時に本体が感知した時に流れるアンチパイラシースクリーンというものでございます。不正のゲームソフトというのは割れソフトや違法コピーされたいわば海賊版という類に入るものなんですが、今回はこのような違法ソフトで遊べないようにするために施した任天堂の海賊版対策が他にもヤバいものがたくさんあるということで見ていきたいと思います。どうも皆さんごきげんよう、マー君です。ちなみに最初に見ていただいた動画と同じように、今回はかなりホラー要素が強いので見たくないっていう方は右上にピコンと出た動画をご視聴ください。それでは早速やっていきましょう。登録してね。最初はこのシリーズ解禁賞のスーパーマリオ64ですね。この64のアンチパイラシースクリーンって本当にどんだけと言えるレベルでたくさんあるのですが、今回はアンチパイラシースクリーン界隈を広めた動画と言われているものを見ていきたいと思います。そしてここがパイラシー。It's me, マリオ。はい、といった動画になるのですが、まあ至ってシンプルですよね。過去の僕の動画を見てくださった方からしたら、まあちょっと物足りないかなというレベルですよね。ですがこれ本物のアンチパイラシースクリーンと同じ分子を使用されているらしく、まあここにプラスアルファで付け足したホラー部分がまあどんどん誇張表現がされていって、今現在の鬼怖なホラーまで行ってる感じだと思ってるんですよね。まあでもこれがなければこのチャンネルは存在していなかったと言っても過言ではないんですよね。本当感謝です。次行くね。お次はスーパーマリオギャラクシーのアンチパイラシースクリーンですね。クッパによって宇宙にさらわれてしまったピーチ姫を救うためにマリオが相棒のチコと旅をする名作 3D アクションゲームですね。そしてここがパイラシ。ここではマリオが冒険から帰還した後、本作の主役であるロゼッタに話しかけるのですが、すでに海賊版と知っていた彼女は、これは全てあなたのせいです、あなたは彼を目覚めさせてしまったと奇妙なことを口走るんですよね。そしてそこに緊急乱入として鬼ヤバなやつが登場するんですよね。それがこちら。わーお、ダーククッパー。うん、終わったと思うのですが、意外にもこのクッパあんまり強くはないんですよね。そもそもここのフィールド自体がめちゃくちゃ広いので、いくらでも逃げることが可能なんですよね。まあとはいえどバグみたいな動きをしてくるので若干苦労はするのですが、まあなんとか脱出口である星のかけらを手に入れることができたんですよね。でその場所からなんとか脱出することはできたのですが、流れ着いた場所は深淵なるダークホール。神も仏もないんか。そしてその後、本来なら感動すること間違いなしのエンディングを何の脈略もなく見せられて動画は終了するんですよね。だから神も仏も、いや待てよ、そもそも違法ゲームで遊んでるんだから別にいいのか。あ、そっか、じゃあ遠慮なく。次行くね。お次はスーパーマリオメーカーですね。このゲームは自分の手によって好き放題ステージを作れるものなんですよね。バイバイ。次行くね。お次は 3DS 専用ソフト飛び出せ動物の森のアンチパイラシースクリーンですね。そしてここがパイラシ。ここでは見知らぬ猫という動物の森に登場する謎の存在が主役となった動画でございます。そして今回は久しぶりの企画、僕が声優となって見ていくシリーズでございます。イエーイ。はい、先に言わせてほしいのですが、みんな下手だったら全然言ってくださいね。今現在これに対してなぜかアンチコメがなく褒められてるのですが、僕褒められ慣れてないけん、このままいったら自己肯定感上がりすぎて
過去へ見つけ称えろとか言いかねないんで本当にお願いしますね。はい、それじゃ本編の方に行ってみましょう。最後まで見てね。あ、目が覚めたんだね。君は混乱してるよね。どこに行くのか見当ついてる？君は何を期待してるんだい？いい加減にしてよ。これ以上無実のふりをしないで。僕は任天堂から君を見つけるために情報を得るように言われてるんだ。さて、君はなんて名前なんだい？わかった。次は君の、君はゲームの違法コピーで遊んでいるんだよね。次に君はどこに住んでいるのかな？そうだよ。オッケー。任天堂は君のアドレスにメールを送ったよ。あ、到着した。そうそう、忘れてたけど、僕たちは君を刑務所に連れて行くよ。はい、というような動画なのですが、これ住所の部分が隠されていたシーンがあったのですが、ここ本当の住所が書かれていたということであれば、自白剤を飲まされた主人公目線で捉えたものということになるんですかね。そして見知らぬ猫という道盛りの中でも正体がよくわかっていない謎多きキャラなので、このアンチパイラシースクリーンの不穏感をより濃くしていますよね。そうですね。あとは男の子声を頑張って作ったつもりがただの自分の声になってしまったところ以外、いい作品でしたね。お願いします。囲んでください。見ついてください。詐欺すんでください。はい、ということで今回終わりたいと思います。現在このチャンネルは5万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。もし取り扱ってほしいネタがあればコメント、ツイッターの DM までお越しください。それじゃおやすみ。